日南市坂谷の坂本棚田で彼岸花が咲き始め、秋の訪れを告げています。国の重要文化的景観である坂本棚田には赤や白の彼岸花が咲いており、田んぼのあぜ道を歩く観光客の目を楽しませています。結構綺麗ですねちょうど時期も彼岸花咲いとってですね、初めて来たけど、感動もんですね黄金色に実りつつある稲穂をバックに、アマチュアカメラマンたちが写真に収める姿も。棚田の石垣には早くもコスモスが咲いていました。また日南ダムを通る国道222号線沿いの斜面には、三角模様に彩った数多くの彼岸花を見ることができました。坂谷地区の彼岸花は9月中旬が見ごろで、稲刈りが行われる10月には満開のコスモスが見られます。